あー、まあ、そこまで。ちょっと待った。そうだわ、なんかあったわ。すっごいブサイクなんだよ。はい、どうも皆さん、こんにちは、エルザです。それでは、公開収録久しぶりやっていきたいと思います。さて、まあ、知る人ぞ知るっていうか、もう、有名な作品だね、ダークソウルシリーズやっていきたいと思います。まあ、前回やったエンダーリリーズとか、ああいうのもいろいろ、これに、繋がってるところあるけどね、ダークソウル3を、やっていこうかと。初プレイだね。初プレイ。プレイ自体は本当初なので、まあ、ただ、パリーだったりとか、いろいろバックスタブとかあるから、そのあたりは、うまいことやっていこうかな。じゃあ、早速やっていきましょうか。まあ、公開収録ですけどね、のんびりやっていこうかなと思います。Yes, indeed. そうさね。It is called ロコはロスリック。火を継いだ薪の王たちの声が流れ着く場所さね。だから巡礼者たちは北に向かい、そして予言の意味を知るのさ。火は陰り、王たちに玉座なし。次日が絶える時、鐘が響き渡り、古い薪の王たちが次より呼び起こされるだろう。神の聖者エルドリッチ、ファランの不死体、深淵の監視者たち。そして罪の都の孤独な王、巨人の王、けれどね、一党たちは玉座を捨てるだろう。そして火の亡き灰たちがやってくる。名もなく、負けにもなれない呪われた不死。けれどだからこそ、愛は残り火を求めるのさね。はい、じゃあやっていきましょうか。あれだね。ちょっとここら辺名前入れるときいろいろ情報出るかもしれないんで、一旦ちょっと暗くするね。強すぎるやろ、これ。マジか。迎えが来るてかもう思想しか見えないんだけどな。いや、呪音だよ。ああ、頭が大きいとかね。はいはい。
っと痩せてるにしてははははいやーいやー白い。あー濃ゆいとかね、筋肉量。はいはい、あそこまでできるわけではないけどって感じだね。がっつり蛍光色なんだよなぁ。咳立つかないんやろ。あ、やべえ。これで行ってみようか。めっちゃ光ってるけど。あそこまで。ちょっと待った。そうだわ。なんかあったわ。すっごいブサイクなんだよ。なんだろうな。なんだろうな、これ。ちょっと待って。これでさ。あ、色黒マッチョか、いいよねー。わかるなー。色黒マッチョもありだなー。一応ね、このゲームね、実際買ったのが何年前だっけ？ね、2年ぐらい温めてて、あ、なんかカエルみたいになってきたな。じゃないんだよな、こうなってくるとね。あー待った。ちょいちょいね。大量に帰れるとありがたいんだけど、ちょっと愛せないかは。そこは多めに見てもらって、体型か、体型がいかんのか。あ、でもやっぱあれだなー、なんか微妙だよねー。白い人の方がなんかインパクト強えんだよなー。こっちにしよっか。よくわかんない感じになってるけどね。はい、じゃあこの発光体でいきたいと思います。黄色く見えるんだよねー。これだと多分暗闇でも見えると思うから、結構画面暗いゲームだと思うからね、これでやっていきたいと思います。じゃあ始めましょう。はい、のぼっしょ。じゃあやっていきますか。多分ね、チュートリアルがあるから。通常。はいはい。なんか心配やなぁ。おー、強攻撃面白い。二段か。
どういうこっちゃ。あー、なんか今、真、まあ、新しい動きしたね。ターゲット固定。はいはいはい。弱っ。これガードだね。バックステップ。あー、そのままでバックステップか。はあ。こっちは？まあね、あの、仁王とかをしてたから、大丈夫だと思うね。仁王してたからね、あの、多少は、似てるところがあると思うから、大丈夫だと思ってるんだけど、一旦かい。無理無理無理。ハリーはできないか。ハリー難しいなぁ。エストの配備。あー。バックスタブか。火力は申し分ないかなぁ。あ、スタミナがねー。はい、見てーアイテムの使用が四角で。はいはい。両手持ちは三角。ああ、ほんとだね。はいはい。引き返す。あ、じゃあ引き返しましょう。嫌な予感しかなさそう。ああ、どうかなー。慣れてしまえば感はあるけど、仁王の影響どれくらい受けてるかだね。ちち。飲んでしまったし。ガードボタン間違えるな。こうだね。すげえ喜んでた。アリーがあるにこうだよね。まあ行きますか。アイテム使ってしまったしねー。ああ、こんな感じで買えるのね。はいはいはい。まあ、そのうち脳筋に振りたいんだよね。脳筋寄りで。火力押しがいいんで。はいはい、Sとか補給だね。はいはい。さあ、どうなることか。どうせ落ちたらっていう感じもするしなー。おお。痛い。あ、しかもこれあれだ。これ普通に休んでないわ。ちょっと待って、ダッシュはどれ？ああ、長押しね。はいはい。はい、ああ、それでいけるか。ですよね。怒りますよね。お、なんか出た。生殖のせい、え、なになに、もういきなり装備手に入るの。あ、
操作がしづらい。これ能力の見方は難しいんだよね。進行かなが足りないね。やられちゃったわけだね。おお。いって、意外と最初から。なるほどね。これは嫌な予感がするな。あんまりよろしくない気がするな。鈴二つ。はいはい。ダッシュ中にジャンプ。これ難しい。かけらね、強化だね。嘘でしょ。全然。おお、消えかけのソウル。もういるね。ボスいるね。どうかな。三角ボタンを押せばワン、カールね。ちょっとゴリ押してみるか。いや、絶対ボスだと思うもんね。よいしょっと。よし、やれ。やばいね、なんか出てきたね。多分でもご利用するもん。はい。でやばい。それはやばい。やばい。これはちょっと、でもいけるかな。いけた。あれ？ダークソウルってこんなもん。まあまあ序盤だからだろうな。ちょっとカメラ速度上げて、BGM 下げよっか。抜いちゃい。螺旋の剣？これ？あ、違う。あれはゲットしたのか。あれ？あれ、いいのかな、これでいいのかな。まあいいか。どうせいやってほどやられるんだからね、そのうちね。でもボスの軍太くんは全く攻撃はしてこなかったね。なんか思ったよりもおとなしかった。俺た直剣、まあ折れてんだよな。やっぱ
攻撃回数が多いのは強いね。いや、あれ上からの方がいいかな。いけんじゃないかな、こっちから。あー、やり。あー、強えなぁ。あー、回復すんじゃない、バカタレ。ダメダメダメ、回復はダメ。何もない。よしよし。周りは探索できそうだね。次。Welcome to the bonfire, unkindled one. はいはい。I'm a firekeeper. キーボタン。え、勝手に動くんだ。And tend to thee. The lords have left their thrones. To this end, I am at thy side.レベルアップができるわけだね。となるともう大体納期に決まってるんだけど、いやー、攻撃回数欲しいなって今思って。ちょっとスタミナ最初上げて、あとはもう攻撃力とかライフ振っていこうか。ああ、螺旋の剣ね。武器ではなかったもんね、これね。さあ、ちょっと探索しよう。おばあちゃん、これはこれは灰の方。バーメコの祭壇上の次長。ああ、武器、防具、魔法売ってるんだね。会える気しないね。ああ、やっとかもやっぱあるんだ。この辺り欲しいね。ああ、でも買うってなると高いよな。ね、何をしたらゴールかってなると、一応ラスボスがいるんで、今から行く各地のダンジョンのボスを倒していって、ラスボス倒せば OK です。ただ死にゲーなので、いやらしい攻撃が多かったりとか、まあ、さっきの大型のボスをいかに倒しきれるかが大事になるかな。とりあえずいらないの売ろうか。持っててもね。ああ、で、これで特に意味ないから、もう進んでいいってことだね。そうなのよね。どういうふうに進んでいくかはまたあれなんだけどね。まあまあ、ちょっとね、公開収録なんで、1回目ここで切りましょうか。まあ、ボス、思ったよりも簡単に倒してしまったんで。まあまあまあ、次回だね。はい、ということで、ここにご視聴ありがとうございました。ライブを見てる方は引き続き、動画の方はここまでとなります。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。